シスカ町は日本の領有下においてカラフトに存在した町。当該地域の領有権に関する詳細はカラフトの項目を現状に関してはサハリン州の項目を参照のこと。現在この地域にはロシア連邦がサハリン州ポロナイスク市を設置している。ただしシスカ町とポロナイスク市の領域は一致しない。現状については ポロナイスクの項目を参照。かつてのシスカの街並み南からふと北部の中心都市の一つ、市長所在地であった。シスカの読み方については、シスカ、シキカなど様々な説がある。近年まで NHK ラジオ第二放送の気象通報ではシスカと呼ばれていた。内務省の告示ではシクカとされている。シスカをアイヌはシシカと呼んだが、一説に、 カラフトアイヌ語で、シシトゥカリであるという。ニブフ語では、シッカであり、アイヌ語もしくはニブフ語の地名を和人が使うようになった。日本の領有下においては、国境に面することから軍事上重要な地域とみなされており、第二次世界大戦の前後にはウエシスカを中心とする、町内各地に陸軍部隊が駐屯していた。また、ウエシスカには、 海軍の飛行場も存在していた。第二次世界大戦末期の1945年8月には、南カラフトへソビエト連邦軍が進行し、日本陸軍部隊との間で激しい戦いが行われ、シスカ町も戦火に巻き込まれた。シスカには、日本軍の第88師団の戦闘指揮所が置かれ、参謀の一部が進出してきて、戦闘と避難の指示に当たった。 コトンなど北部の国境付近で激しい戦闘が続く中、ウエシスカは8月17日に緊急疎開命令が出され、全住民は日本軍のトラックによって輸送されて、市街地には火が放たれた。その後、ソ連軍機20機による空襲も続き、2500個のウエシスカ市街は全焼した。 シスカからも8月13日以降に鉄道と日本軍のトラックによる避難が始まっていたが各地から流入する避難民も多く町内は混み合った国境地帯で抵抗していた日本軍が停戦命令で武装解除されたことから20日にはシスカにも総引上げが発令され残った民間人は助役らに引きられて徒歩で千鳥町方面へ避難を開始した 日本軍は、内地川や千鳥川の橋などを破壊して、ソ連軍を阻止する計画であったが、避難民にも害が及ぶために破壊も戦闘も断念している。シスカ市街は、日本軍自身によって焼き払われ、大部分が消失したとされるが、この火災は、住民が避難する際の混乱による失火が原因で、あるとする、引き上げ者の証言もある。カラフトの戦いによる、 シスカ住民の死者は、厚生省資料によると、約70人とされている。シスカ市長管内の最北に位置する町村の一つであり、また当時は日本最北の町であった。町の北端は、当時の国境である。カラフトの中心都市、豊原市からは、鉄道で7時間近くかかった。町内には、タライカ地方を中心に、 ウィルタやニブフ等の先住民族が多く居住しており、オタスには、カラフトで、唯一の先住民族のための学校が設置されていた。ホロナイ定地には、ツンドラ地帯が広がり、ホロナイ川が流れる。ホロナイ川は、その源流を、北緯50度以北の北カラフトに発したライカ湾に、注ぐ大河で、その全長は3 2 0トル当時は、 日本唯一の国際河川とも呼ばれていた。ホロ内川川口の東には、ホロ内定地東部の大部分を占めるライカ工が広がっている。面積1 8 0トルで、当時は国内第3位の広さを持つ故障であった。4月1日現在のもの、国民学校中等学校、ありがとうございます。